悪いけど、もう必要ないからね、もう必要ないから、めった子が増えるんだよ、嫌になってくるよ。ほんで自分じゃ掃除もしねえんだからよ、自分じゃ掃除何一つしやんねえよ、あんたクズ野郎で。これも入れろっつんだよ。一体何よ、こういうの入れろっつんだよ、片付けんだからよ。これもこぜ、おめえ触るんじゃねえよ、こういうもんに。ほら、これはなんだよ、取っとくんかよ、ほら、クソ野郎が。よたくずがよ。これは領収書だから取っとかないと。はぁ、あ、関係ねえよ、クソ野郎。どうかしちゃうんだよ。新しい服をな、こういうとこ置くんじゃねえよ、毛が起こってよ、なぜおめえ、とこによ。よく汚くねえな、あんた。汚ねえ野郎が。知らない間にぬいぐるみがまた一つ増えてやがるっすよ。そう、どれが一つ増えてる、このでけんだよ、これ。どれだよ、クソ野郎。よくわかんない。ストーカーみたいなことやめろよ、俺の一個一個さ、ぬいぐるみ。そんでよ、てめえが来たな、おめえ。コートよ、ここに、ここに畳んで置いたのに、今度はとうとう、コートこんなとこを掘り投げとこやがるしよ。バカ野郎が死ね、早く、この野郎。クソったれが死ね、早く。よたやろう。死ねっつんだよ。いいない、何死ねっつんだよ、どんどん。いつまで生きてんじゃねえよ、この野郎。恥じったらしが。クソ野郎。こんな、お前がこういうもん持ってくるとイライラしてくるんだよ、散らかすから。後の片付け絶対できないだべ、あんたは何でも。ほら、そこのゴミよこせよ。ゴミじゃねえ、おめえ、ツナみてえのもんがめっちゃ買うんじゃねえよ、おめえ、いくつも。なんでツナめっちゃ買うんだよ、ほんな。そんな金があったのに、コードね、返せよ、このバカやろ。コードですよ、iPhone とかのコードですよ。やろうが。あっためくんだよ。こういうもんがいっぱいあるんじゃねえかよ。なんでここにあるんだよ、これあるかい。あと、あそこにあるような白いもんが。ね、完全に知る。ムカつくんだよね、あんたの部屋見るとね。自分で片付けりゃいいよ。私が一切片付けねえように。あの、水の機械がね、もうちょいで来るんですよ。冗談じゃないよ、あった。あの、ここにこう水が飲めるでっかい機械。関係ねえから、こんなもんな。関係ねえから。あの、ほら、ドリンクバーみたいなガスト。こんなもんな、来たら、おら、買わないって、おら、言うから、これは私のうちだからって。この子の言うことは聞かねえで。あの、ガストのドリンクバーみたいなやつ。いい、おら、噛まないよ。おら、断るから。悪いけど。勝手に置かねえでくれって言うから。うちだから。私のうちだから。ここまで散らかった部屋をね、私は嫌いだから、こういう部屋は。何でも箱行って、こういうとこぶっつんどきやがってよ、クソ野郎が。豚小屋じゃねえか、お前の部屋は。何もできねえんだよ、クズで。吉江さんが豚じゃないですか。よくそういうこと言うな、人に。馬鹿じゃん、200万返せよ、こういうこと言うんだら。金返せよ、俺に。豚小屋とか言うからじゃないですか。200万返せって言うんだよ。豚小屋とか言うからじゃないですか。痛いから、やばい。豚小屋とか言うからでしょ。こういうとこをな、こういうとこをきちんとするんだよ、あんた。ここはね、ここはね、電気が出てるんだよね。こういうとこ塞いじゃまずいんじゃないの、この穴が開いてるんだからよ。わかんねえ、そのぐらい機械いじってて。こう穴が開いてるってことは、あんた、ここでなんかあれでしょ、出てるんでしょ。なんでこういうとこ置くの。このほこり見てみ。汚ねえ部屋。胸が悪くなる。こんな部屋。人間のクズ。ここにはマイレロロバッグがいっぱい減ってて。気違いだよ。早くこのな、お前棺に入れてやるから、このマイメロも。あんたで死んじゃえ。いなくていいから。俺が死んだら棺ならマイメロやる。マイメロこれ全部入れてやるよ、あんた。入れてやるよ、あんたなんか。マイメロ入れてやるよ。悪いけど。この靴も入れてやるよ、全部。このクズ野郎。おめえなんかね、悪いけどね、棺なんかないよ、あんた。コロナのチャックのね、あれで十分だよ、あんた、こんなバカ野郎は。棺なんか高くて買えねえよ、おめえ。こんなバカに。人の金めっちゃ使うようなよた野郎なんだから。コロナとかをネタに使うんじゃないよ。死んでる人もいるんだから。よた野郎が。何が？てめえがバカだからよ。食うとこに靴なんか置くもんじゃねえよ、あんた。バカじゃねえ、おめえ。クソ野郎が。よたくんだよ。金を粗末にすんじゃねえよ、おめえ。マスクと靴が一緒かい、このバカ野郎が。
くとったれが、どこまでクズだよ。こういうものはな、壊すなんべ。こういうのは。なんでこういうとこへ平気で置くの、こういうやつを。ほんとまで部屋汚い部屋だよね。豚小屋だよね。もうイライラしてくる、ほんとに。物がいっぱいなんだもん。もう嫌になってくるよ、私。俺もう嫌だよ、ほんとに。私の気に入った部屋は玄関だけだから、こんな小汚い部屋ねえから、あんた。金を粗末にすんじゃねえよ、この細けえ金。なんでこういうとこお前とくんだよ、クソ野郎が。今ジュース買ってきた、ジュースじゃない、水買ってきたんですよ。買ってきたって関係ねえよ、こんなことは。しまっとけいいだんべ。金は金だから。ヨデさん、親の育て方が悪い、自業自得だって。なんでよ、お前。親の育て方が悪い、自業自得だってっていう声がありますけど。育て方なんか関係ねえべ、俺は働いたんだから。育てねえもの。なんで育てられるん？女がおめえ何千万も稼いでんのに。その金をてめえ使ったんだんべ。何俺が。親の育て方が悪いという意見がありますけど。育てないねんよ。じゃあ旅館勤めてりゃ見りゃいいじゃねん。子供の面倒が見られるかどうか。そういう人が。そうだよ。そういうことという意見が。そういうことを言う人はね、あんたね、旅館勤めてみればいいで。そう言うんだな。ね。で、何千万も稼いでみ。男が一銭もくんねえで。女がね、親に金なんか一銭も値段なかったよ、ほら。自分の金でみんな、やったんだから。そんなことをね、育てられるわけねえじゃねえ。一日に朝6時半に行って、おめえ11時5半頃帰ってきてよ。こんだけ働いて子供の面倒が見られっかい。やってみないで。こういうとこね、靴下脱いでおくんじゃねえよ。ああ、ああ、ああ。やろうが。バカ誰が。死んじゃえ、早く。いなくていいから。クズ野郎。クズ野郎。死んじゃえ、もういなくていいから。帰ってくんな、もう二度と。うちに。いらねえから。なあ。こういうものも嫌いちゃ困るんだよ。次から次散らかしたがってよ。クズ野郎が。何もできねえよ、たくずがよ。めったもの買ってな、しまとこねえんだよ。私の家を汚くしねえでくれ。どんどん出てってくれ、ここ。悪いけど。関係ねえから。出てってよ、うちを。いらないからもう。こんなクズ抱えてたんじゃしょうがないよ、あんた。本当だよ、あんたが死なねえんだろ、私が死ぬよ。こんなもんと生きていたかねえよ、いつまでも。冗談じゃないよ、こんな豚小屋にされてよ。涙が出るよ、親だったら。悪いけどさ、私役場に相談するから、あんたを追い出すように。この部屋見てもらって頭にくるから、私はっきり言って。自分の家をここまで散らかすやついねえから、悪いけど。本当に頭にくるから。もうあんたね、悪いけどね、あれだよ、アパートかなんか借りて自分で暮らしてくれ、悪いけど。何しようが関係ねえから。リザード来たんですよ、今度もね。ああ。なんでもないです。この家を出てってもらえばいいんだよ、もう。俺は嫌いなんだよ、ここに周りにいっぱい物があるの。だって、なんでよ、だから出てってくれっつうん。なんでそんな。だからやっぱり相談するから。ほんで、健康保険証も自分で払ってくれ。俺は俺で払うから。もうあんたは子供として認めないから、私。役場に相談するから。気が狂うから、こんな部屋ないから、はっきり言って。
豚小屋もいいとこだよ。勝手に奇跡クリエイティブなんつう会社立ってよ。国税庁とかああいうとこから来たって書類は見ねえしさ。自書分で類は見引っない。張れるよなんだ、でわかも。るじゃん。分かってんの、その書類は何なんか、何なのやつか。うちゃってんかいんじゃ。だ、売っちゃってダメだよ。今月中に、だからね、均等割り払わなきゃいけないので、均等割りのその支払い書だよ、それ。払えばいいじゃねえ、どんどん。なんでこんなもんめった買うの？なんで買うん？払うも払えよ、どんどん。それが人間じゃねえかい。違うんかい。私、そういうの嫌いなんだよ。溜めくんだよね、おめえ見てるだけで。ほんで、人がね、ちゃんと畳んだ布団ね、こんなとこ行くと置くのはね、嫌なんだよね。ほんで、ここも物がいっぱいでしょ。いろんなもんが。豚小屋だよね、まるでね。こんなうちないよ、ほんと。ほんとないよ、こんなうちは。だって、畳が見えないじゃね、これじゃ。物がいっぱいで。ほんで、おめえ、そのサーバーなんつう来たら俺許さねえかんな。俺は持ってってくれって言うから。ウォーターサーバー、お水飲めるやつ。悪いけど、俺は持ってってくれって言うから。悪いけど。悪いけどね。この子が欲しいったら、この子にアパートを借りさせるんで、そっち持ってってくれって言う。ほいで、自分でみんなアパート代払って、電気料も払って、みんな暮らした方がいいよ。ほんで、あれ、私のね、国民健康保険でも別にした方がいいよ、あんたが払って。ね、そうしたらあんた、あれだから、大変だから、洗濯も自分でやって、ね、そんな年中出て歩いちゃあ、ね、ティッシュどうも。配信できねえから。配信べできねえよ、自分でやるんだったら。人にみんなさしてんじゃねえけ。だからできるんじゃねえかい。よと野郎が。うちを髪の毛だらけにしやがってよ。くそったれが。そうなんだ。そこにね、物いっぱい飾ってあるけどね、埃がすごいんだよ。ね、そんだけ物がしまって飾ってあっちゃね、どっかに吹くんがようじゃねえんだよ。そういうことてめえでできるんかい。人形だってね、あんた、みんなこういう、汚えね、なんかね、汚えもんがついてるから拭いてやったんだよ、みんな。自動車置いて、汚え自動車置いてさ、ぬいぐるみが汚いんだから。気持ち悪いよ、こんなもん飾っといたら。ほんとクズだよね。もうそういうもんめった買うけどさ、しまうとこないかんね、悪いけど。何考えてるの？出てってね、この荷物全部持って。先生するから。そしたら私、この襖全部張り替えるから。これじゃ襖張り替えらんねえから。こんなものがいっぱいあっちゃ襖が嫌がるよ、あんた。そうでしょう、こんな汚い部屋ないよ、あんた。くだらねえ部屋だよ、あんた。人間のクズが住むとこだよ。本当だよ。サーバー屋が来たら断るかんだよ、悪いけど。はっきり言ってね。あんたにね、こういうものを持ってきられると困るんだよ。やりっぱねえだから、片付けねえから、いつも。だから嫌なんだよ。封筒でも何でも持ってくるのは。もう封筒から出しちゃしまわねえから、中に。みんな放っとくんだから、畳に。そんな子いないよ。悪いけど。そこまでクズはいないよ。もう結構だよ。あんたの面も見たかねえよ。早くとっとと消えるせば、うちから。関係ねえから。電気料も自分で払えよ、どんどん。アパート行け、どんどん。いらねえから。俺が死んでも帰ってくるっていいから。わかった？もう、昔から。死ねえ、早く。悪いけど さ、なんでまた来るのね。なんでまたそう来る。いう買ったものをどこへしまうのっていうのよ。しまわないよ、別しに。まうと、じゃあどこ置くん、これ。どこ別に、置くこう、俺が管理するから大丈夫。俺が返すから大丈夫です。あなたは口出さないでください。ん？じゃあ、あんた悪いけど、そこにあるコートも洗濯へ出した方がいいよ。持ってやるんだから、そこへ放ってあるけど。はい。洗濯へ出してね、ちゃんと管理した方がいいよ。はい。みんなそこを放ってあんだから、あの人形の上に畳んで置いたんだから。置いたらまたあれをか、ぬいぐるみ買ってきてそこへ放ってあんだから。下はコート。それじゃだらしなすぎるべ、あんた。冬のコートとね、夏のコートぐらい入れ替えるよ、あんた。クソ野郎が。着るものは全部私にさせてべ。自分でね、こんだけね、こういったねもんがいっぱいあるんだからよ。クソ野郎が。
これだってなんだよこれ。こんなもん売っちゃっちゃっていいんだぜこんなもん。なんで取っとくんだよこんな棒みたいなものよ。やろうが。なんでこれ取っとくん、売っちゃっていいよね。悪いけど。嫌なんだよね、こういうものいっぱいめっちゃ置いとくのは。もしかしたらアンチがうんこしに来た時に、なんか凶器持ってたらそれでこう。関係ねえよこんなもんだよね。アンチなんか関係ねえよ、あんた。おめがいなきゃ来ねえからよ。おめを追い出すんだから来ねえよ、あんた。関係ねえよ、ほら。そうでしょ、関係ないよ、あんた。おめを追い出しゃ平気だよ、あんた。こんなクズがいるからだよ。そうでしょ、違うかい。関係ねえよ、ほら。まあ、ブルマみたいなこと言うな。関係ねえよ、おめみたいなクズは。俺がいるからアンチが来るって。当たり前なんだよ、おめがね。孫くんがいるから悪いもんね、悪い敵がたくさん現れるのよ。だから孫くんはいない方がいいのよって。ブルマにも言われたしなって。悟空が生きから、あの、セル編で生き返られない時の口実じゃないか。くだらねえ。本当に頭くるかんね、自分のうちをここまでしっちらかしら。だから生き返らせてくんなくていいやってやつじゃないか。お前なんか死んだ方がいいんだよ、どんどん。親不孝もんは。父とご飯には悪いけど、だから生き返らせてくんなくていいやってやつじゃん。てめえで掃除もできねえよって野郎だい。それに、こっちじゃ年取んねえんだぜ。それに海王様も、俺は。もう私嫌だからさ、もう出てってくれよ、もうな、悪いけど。それだけ、私の言うことは。もう関係ねえから。ねえ、悪いけど。ほんで、カツラかぶりゃかぶったで、こういう網は置きっぱれ、なんでも。ねえ、こちらかぶ、かつらまを引っ張れ。ゴミ屋敷だよ、あんた。こんなもん、なんで今、すっきりできねえんだよ、部屋が。こんな汚い部屋で。よく部屋でじっとしてられるよ、人間として。くず野郎が。おなかやった。ほんで、ドコモのさ、あの赤い袋だって3つもあってさ、自分でよ、ほんでおめえ、フリー薬なんか打ちゃないのに、いつまでも取っとくんだよね。部屋一つ片付けようともしねえんだよね、いらねえもの。人間のクズだね、こういうやつは。はっきり言って。お前みたいなクズはいねえよ、あんた。早くあの世行っちゃった方がいいよ。関係ねえから。こんな子がいてかなねえよ、あんた。冗談じゃねえ、あんた。じいちゃんがね、墓場行ってね、あの世を俺話すからいいよ。ろくなガキじゃねえよって。人が一生懸命一人で働いてきた財産をみんな使うようなバカ野郎だって。てめえじゃあ次から次金、でかい金使ってよ。よた野郎もいいとこだよ。ねえ。おなか年金なんかおめえ8万きやんねや。あんたのおかげで。ほんとだよ。あっためくるよ。あんたのおかげで税金もみんな上がってんだよ。介護保険も。いい迷惑だよ、こっちは。あんたから金もらってねえからよ。悪いけど。あんたは自由に使ってべ、金を。そんなんで世の中渡っていけねえかんな。私が死んだらこのうちの係は払えねえなんて、あんたには。お盆が来て1万6千。ね。あんた払えるんかい。固定資産じゃ払えるんかい。電気料払えるんかい。自分のことでやっとだんべ。自分の税金も払えねえクズだんべ。わかるかい、あんた。よた野郎が。そうだんべ。私なんかね、悪いけど年金なんか使っちゃいねえかんね、あんた。だって、あれんべ、郵便局の金がなかったら俺の年金持ってきなくちゃだから。年金なんか使ってねえよ、あんた。あんたのおかげでね、郵便局の残高がね、20万になっちゃったんだよ、あんた。いつも100万以上あったんが。20万になっちゃったんだよ。みんなあんたのおかげで払ったから、私が。そうでしょ。ほんでおめえ、県民税だっておめえ、俺の年金から110万持ってきてよ。107万払ったんだよ、年金を。もうね、あんたにね、その110万ね、7万下ろさなきゃ200万になってんだよ、年金が。クソ野郎が。今度8月で200万になるんだよ。てめえに使われなきゃね、頭くんだよな、おめえは。人の年金までよ。クソ野郎が。あげくの果て、今度おめえ、おめえあれ、おめえあれだって。国民健康保険税と介護保険も上げやがってよ。頭くるよね。俺が何使ってるっつうんよ、金を。そうでしょう。あんた、おめえ、引かれる金が20万じゃ気が気じゃねえで、あんた。1ヶ月。楽天だって、おめえ、
12万ぐらい行くときあるから、そのほか盛況でしょ。